まあ、あの折原君という子が出てきて、スクショとかが出てきてるんですけど、まあ、あれは僕がひろし君にあの訴えないから、大津彩香、大津パパと黒川とか杉田の関連性のあるちょっとスクショ送ってって言ったら、まあ、折原君経由でやっていったという感じです。報道会社はオリーブの木に10月30日に70枚と250枚振り込まれてて、これオリーブの木に振り込んだっていう高橋側のスクショですね。大津パパがやっぱお金を出した、さっきのね、あの暴力団の立花の借用書も多分大津パパが出したんだと思います。まあ、そんなお金持ってないんで、あいつは大津パパ以外考えられないんで、まあ、その辺は大津パパに裁判で、否認するんだったり、なんかいろいろとその黒川なんかが、僕がガーシーとその秋田君、秋田慎太郎君なんかと結託してその恐喝をしてると、昨日ももう二度と YouTube とかしないということなので、まあいずれにしてもガーシーとはこれからもあの仲良くしていこうと、まあ、僕たちが喧嘩してるみたいな話が出て出回ってるんですけど、今ちょっといろいろと動きが慌ただしいんですけど、ネットを見てるとね、まああの折原君っていう子が出てきて、まあ黒川と大津の内部の映像っていうかスクショとかが出てきてるんですけど、まああれは僕がひろし君にあの訴えないから、大津彩香と大津パパと黒川とか杉田の関連性のあるちょっとスクショ送ってって言ったら、まあ折原君経由でやっていったって感じです。公開されてるって感じですね。でまあ見てるともう本当にあのむちゃくちゃなことをやっぱり書いてましたね。5月の10日の特に記者会見がありまして、なんか立花警察と連動して今動いていて、立花をなんか刑務所に入れるとか逮捕させるみたいなこと言ってましたけど、裏側で見たらこれはもう警察と動いてるように見せかけてって書いてましたね。だから大津彩香が警察と連動してるというように見せかけるっていうようなことをして書いてましたね。まあ、この思いっきり迷惑損とかもやってることがむちゃくちゃなんですよね。まあ、こういうのがもうあからさまにあの明らかになってきましたので、まあその大津側がもうどんどん分裂していくっていうのは、まあそういう状況で、まあその後僕がなんか暴力団から7000万円借りてるって話も、もうこれ昨日の YouTube であのどういう話でその7000万円暴力団から僕が借りてるっていう話を黒川と杉田が信じてしまったかっていうのも全部公開されてますね。だからなぜあんなものが上がってるかっていうと、まあ、杉田が自分のために取ってたらしいんですよね。で杉田がその折原君にこれあげるからその立花さんに情報提供するのやめてくれって出したみたいですね、みたいで出したらしいんですよ。で僕も杉田のもう鬱陶しいからねブロックしてるんですけどブロックしたんですね1ヶ月前に。もうさすがにあまりにもバカなことばっかり言ってるから、したらもう僕と折原がつながると情報がもうボンボン突き抜けになるからやめてくれって来たんですけど、まあ折原もそんなのそっちについてても意味がないので、黒川チームについても意味がないので、こちらの方に情報を提供してくれてるっていう状態です。別に折原君とはまだ会ったこともないんですけど、まあどう考えたってそんな黒川とつながってても何のメリットもないし、あいつらがむちゃくちゃなことしてるっていうのは誰が見ても分かるので、で、その高橋という人物がどうも暴力団の名前とかも実は分かってるんですよ。ちょっと言うとまた語弊が出る、ちょっとなんかトラブルがあるとまずいんで、まあ、その高橋という人物がやはりその暴力団の借用書、これを原本を持ってこれるということで、どうも数百万円のお金をね払って、その黒川たちはその借用書を入手した。でそれは詐欺に当たるからということで、黒川はその高橋という人物に対して刑事事件、まあ認可で相談に行ったのかな。でそれを取り下げてもらうために320万円をその高橋が黒川の指定する口座に振り込んだと。その黒川の指定する口座っていうのが、合同会社オリーブの木っていう黒川のお母さんのやってる会社、全部その情報がこっちに流れてくるんですよ。ネット上にも上がってる通りですね。それで僕は黒川のお母さんを訴えればいいわなっていて、未婚の前に提訴してるっていうことですね。要は黒川はそこにお金隠してるってことですね。母親名義に隠してるっていうことなんで、だからまあ翼の党チャンネルで不法行為されたっていう人は、まあ、公明党さんなんか特にやられてると思うんですよね。だから公明党の関係者の方は連絡いただければ、こうだから、翼の党に対からのまあ、名誉毀損とか脅迫に関しては、オリーブの木っていうところが、合同会社オリーブの木っていうところが、YouTube の収入を得てるとか、彼らの隠し財産はそこに入ってるっていうことが、
まあ、明らかになっていますので、まあ隠そうとしても無理なんですよね。要はもう今の時代、悪いことをすると全部バレてしまうというか、これ多分ネット上には出てますけど、一応こんな感じで、これが証拠か、これですね、はい、これちょっと見えるんじゃないですけど、合同会社オリーブの木に10月30日に70枚と250枚振り込まれてます。これオリーブの木に振り込んだっていう高橋側のスクショですね。で、今高橋には、あの、僕も一回やったんですけど、なんか変なこと言ってるやつやなと思いながら、僕が黒川に電話しても出ないんですけど、真横で高橋に電話させたら電話出るんですね、黒川がね。で、高橋はもう相当もうやばい、自分がやばい状況になってきてるんで、こうやってボロボロボロ喋るようになってきてるんですけど、まあ、あの裁判でこっちに有利な、証言というかやってくれるんだったら、これ以上高橋は責めないよっていう話は今してるところです。もう完璧な証拠でしょ、これ。で、これに対して、まあ、いろんなマシューさんとか僕の支援者の方は言ってくれてましたけど、黒川から謝罪ないんですよね。これ普通、いや、立花さん、やっぱり僕たち騙されてましたと、僕たち暴力団からお金借りてるって、その高橋という人物にそのお金払って借用証の原本を買ったんですけど、騙されました、立花さんすいませんってあってもいいんじゃないですかね。いや、それ言われるとこっちもちょっとこう、ここさ、若干まあかわいそうやなみたいな、ていうか謝られると僕はどうしても許してしまう性格なんですけど、まあ今だ次の黒川との裁判2月までかな。で、多分黒川は高橋を裁判所に連れてこようとしてるんでしょうけど、まあ高橋には LINE 知ってたんで、あの黒川についても何のメリットもないんちゃうって、俺の協力者がいいんじゃないっていうのを朝 LINE は送ってあります。もうちょっと返事は来てませんけど、まあで、なんか大津が我々を訴えたっていう、今日なんか記者発表されたようで、ミンツク党が、私と斉藤代表と、あ、斉藤君と村岡弁護士か、なんかその個人債権者の情報を、個人情報を大津がなんかツイッターで拡散したことが名誉毀損だとか、拡散したことがおかしいって言うと名誉毀損だとか言ってるんですけど、向こうの報道誌をちらっとホームページ見たんですけど、何言ってんのかなと思ってから、黒川が自分で言ってるやん、大津さんから裁判資料もらいましたって、まあ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 何言ってるかよくわからないですけど、まあ裁判来たらそのまま、はい、で証拠出してもらおうかなと思ってますけど、まあそれ以外だから大津パパとの関係、おととい大津パパの関連について裁判所から証拠を出してくださいみたいな話があったんで、まあそれで僕が、昨日かな、おとといか、まあ、昨日かそのひろし君に、あの大津パパとの LINE グループちょうだいって言ったら、もうこれぐらいのプリントアウト、これらの量になってましたけど、まあ、もうすごいそのグループ LINE でやり取りしてるんで、これぐらいの量で昨日プリントアウトして、これ裁判所に出すことになってます。だから大津パパがやっぱお金を出して、さっきのね、あの暴力団と立花の借用書も多分大津パパが出したんだと思います。もうそんなお金持ってないんで、あいつら大津パパ以外考えられないんで、まあ、その辺は大津パパに裁判で、否認するんだったら否認してもらおうかなと。まあ、いざとなったらこちらはいくらでも承認が後から後から出てきますよって話なんで、まあちょっとあの支援的なことになりましたが、そんな感じですね。ガーシー次の裁判2月8日で結審して、3月14日が判決のようです。まあこれ予定通りですけどね。で、ちょっとガーシーの裁判に関してはあまり僕に喋るなというお願いが来ているので、まああのなんていうのかな、あの僕が喋れることっていうのは、今喋れることっていうのはなんかいろいろと、その黒川なんかが、僕がガーシーとその秋田君、秋田慎太郎君なんかと結託してその恐喝をしてると、要はガーシーが誰を暴露するかを選ぶから、暴露されたくない人はその秋田慎太郎君にお金を払えば止めてもらえるみたいな、それを日本で仲介してるのが立花やみたいなこと言ってるんですよね。まあ、いわゆる黒川からしたら、立花は暴力団から7000万借りてるような人やから、暴力団、その芸能人とも付き合いがあって、芸能人が俺のところに口止めを払って、それを秋田君のところに送金したらガーシーの暴露が止まるみたいなことを、その高橋ってやつが黒川に言って、黒川がそれを真に受けて YouTube で喋ってる、俺の家の前でも喋ってるって感じなんだけど、そんなことありえないから、
そう、知らない、秋田君がやってたら僕はさすがにそこまで俺も明言できないけど、少なくても俺がそんなお金もらってたらどっかに形跡残るでしょ。それこそ東京地検特捜部に調べられてるのに、そんなの現金でもらってたってそれはガスも入るやろうし、そんな現金で当然もらってないし、もちろん通帳とかに入ってたら東京地検特捜部は俺の名義の会社の名義だから何であろう全部調べれるわけで、ありえないから、そんなことする人間が NHK の内部告発がしないから、そもそもがそう不正とかするのが嫌いでこういう仕事してるのに、まあ恐ろしいなあいつらの頭の中とは思いますけどね。まあ、あのとにかくガーシーは、まあ、僕は執行猶予つくんじゃないのかなと思ってますけどね。まあ仮に執行猶予がつかなくてもそんな長い刑期にはならない、もう当初言われた5年とかそういうのはもう全くないと思いますね、その見てる感じではね。そのちゃんとお母さんの話があったりとか、川岡本君のその上場者の話があったりとか、そもそもガーシー自体が争ってないので、もうごめんなさいごめんなさいで、昨日ももう二度と YouTube とかしないということなので、まあ僕はまあそれはそれでいいと思ってます。ただあのガーシーがあの罪の償いを終えた後は一緒にね、そのガーシーなの戦術っていうのはこれからすごく生きてくると思います。ああいう感じで選挙と政治分離する、僕はあの前回そのガーシーには選挙に出てくれって言っただけであって、その当選政治家をしてくれって言ったつもりはないと、そこは全くそういうことをはっきり言ったわけじゃなくて、ガーシーに言ってるのは当選したら3億円の借金肩代わりもするけども、まあ、何よりもその不逮捕特権っていうのがあるから、その日本に戻ってくるんだったらそれは国会議員してた方が絶対いいでしょうから、それはいいと思うけども、帰ってくる気がないんだったらあまりそこにこだわってもっていうのはすごい思ってたんですけどね。まあいずれにしてもガーシーとはこれからもあの仲良くしていこう、まあ、僕たちが喧嘩してるみたいな話は出回ってるんですけど、単純にちょっと裁判中なので、あの僕が今変に接触して余計にまた喋ったりすると、あのいろいろと裁判に影響が出るのが嫌なので接触をしてないだけで、少なくとも向こうが僕のことを今どう思ってるかそれは分からないですけど、少なくとも6月4日から連絡取ってないので、ただ僕はあのガーシーにまた1億円のお金を払わなきゃいけないっていうのも当然ですし、彼の知名度というか彼の持ってる情報とか彼のこれまでの活動っていうのは国会議員として発揮できるかどうかは別として、新しい国会議員に立候補する人をスカウトしていく時には相当力にもなると思いますし、彼自身がいろいろとお店をしたりとかいろんなことができると思いますから、ああいう暴露系 YouTuber でなくても彼が出所とかこの後刑事事件で執行猶予がつくのか実刑になって出所してくるのか、まあ有罪になることは間違いないんでしょうけども、そこについてはあの積極的に協力していくというかサポートしていくというかお互いウィンウィンの関係を続けたいと思っていますので、あの何か僕とガーシーが揉めてるっていうのは間違いなくデマでありますので、パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、ウィンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け継ぎせ、多分レインジャー受賞の方めっちゃ18自信よ、見たくないのはもう取り込むよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。